せーの、チェックインコモニャンです。ココです。よろしくお願いします。今日は初の外ロケっていう感じ。やばい、緊張するんだけど。芸能人みたいな感じでちょっと恥ずかしいんですけど、今話題の原宿で、やばい、もう人いるともうコミュ障出ちゃう。お前って実はコミュ障なんだ。めっちゃコミュ障で友達カフェに来てみたよ。これです。友達いないんで友達がいるカフェに来てみました。お友達できるかな。ほんと緊張してる。私 今までにないぐらい緊張してる。ほいなら行くよ。え、もう行くの？早い早い。ちょっと緊張してる。かわいい女の子みたいだ。女の子みたい。なぜなぜ。メリホ行きます。行く行く。え、久々だよね、みゆきに会いに行くの。え、一番落ち着くエレベーターの中。個室大好き。イエーイ。チェックイン。これでいい？いいよ。あんたがあれしてる時に私が言ったけど、ちょっとタミさん、マジで久しぶり。久しぶり。やばい。なるほど、ね。やばい。めっちゃイケメンになってるじゃん。ありがとう。じゃあ髪色めっちゃ変わってるから。ありがとう。いいな。まあ、いつもこれなんだけど、最近は抜けていく色も楽しめる、ね。あ、そうなのそうなの。ありがとう。どうせテイクアウトもできるし、あ、全然入る。じゃ入って大丈夫かな？もちろん。あ、お願いします。お願い。ちょっと連絡してよ、マジで。あ、ごめんごめん。東京来とって、久々に。マジでね、めっちゃ迷ったやんな。大阪久しぶり。髪短縮系そうなの。そう、インスタ見て真似してそう、いいな思って。あ、そう、めっちゃ似合う。あ、ほんま。うち今までクッサンって黒やったから。そう、挑戦的に。東京怖い。東京ほんとよかったよかった、うん、みんな働いてるん言うから来てみた、ね、久しぶり。下手くそかな、うん、さ、こうやってやったらいいんじゃない。お前さ、ごめんごめん。大丈夫よ、それ頑丈やから。ごめんなさい。ありがとう。ごめんなさい。うち大阪から来たからやっぱ怖いねんな、東京の値段。役入ってこう。うん、うちもこれでよかった。じゃあ、これにする。あ、じゃあ私、これにするよ。言いたい、セリフ一番言いたいセリフ。セリフで決めてんな。セリフで決めてるよ。違うの。あり。マジだよ。めっちゃかっこよくなった。うんうんうん。大阪から東京行くと変わんねんな。めっちゃ垢抜けてるやん。ここに粉残ってる。取って。はい。え、嘘つかないでもらっていい？ついてるよ、粉。これ？じゃあここ。え、残してるの分かんない。無精神。すいません。ちょっと待って。ごめんなさい。待つ。私待つ。確かカフェラテって美味しかったよね。めっちゃうまい。え、マジでこれにする。じゃあ、なんか暑いから冷たいのにして。うん、お願いします。あとさ、あの田中がいつも頼んでたやつ。あの、結局一人だけ酒飲まずに、そうそうそう、田中せんとかあるから。そうそう、田中のリングル、田中もリングルでお願いします。メリーまだ見る？一応、うん、ありがとう。ありがとう、お願いします。あ、こっからドリンク、いつも飲んでるやつでドリンク選ばれるんで、私が店員だったら絶対一番高いんだけど、いつも飲んでたやつとかやってくれるんだ。そう、680か980の中からこっから店員が選ぶの。すごいよね。私もこういうカフェやってみようかな。コンカフェ、先輩でやってるカフェとか。え、練習してきた？怖いからやめれる。人を乗り用事にできるカフェとか。ストレスストレスカフェ最初で。ストレスを与えたい。与えたいんだ。そう、与える側。え、ね、これさ、いつまでやってって言ったじゃん。え、さ、今さ、カフェとか来てる時間ある？え、ないよね。あ、もう入っちゃったから、とりあえずもったいない。頼んで。早くできるやつで。あ、その間にあの資料とか全部作っておいてほしいから。うん。明日プロジェクトだから。一応このレジュメ見てほしくて。え、ここさ、打ちミスあるじゃん。はい。ねえ。はい、何回言えばあかんの？え、入社何年目？2年目。2年目で卒業できないことは。やばいし、新卒の頃ができるよ。人気出るわけなくない？ダメダメだよ。でもアメリカとかにあるよね、フレーム。あ、めっちゃ態度悪い、態度悪いカフェみたいな。ちょっと楽しい。働きたい。働きたいよね。うん、本気でできるもん。結構得意だよ、私。たぶんそれだったヨクソン連れ来れたね。お待たせしました。待って、めっちゃうまそう。ありがとう。めっちゃうまそう。めっちゃうまいのよ。いい匂い。絶対うまいやつやん。あ、香りが。あ、でも作ったのはヨウちゃんやけど。ヨウちゃんやるやんけ。二人の愛がこもった。え、田中の、田中のことを思い出して飲むの？田中先生。先生のパイセンね。パイセンかい。パイセンだった。いただこう。いただきます。うまい。
美味しい。めっちゃうまい。みんな元気。めっちゃ元気、ほんまに。みんな就職して、そう、うちらだけなんかフリーターみたいな感じで、なんか、ちょっと、さまよっちゃって。さまよってた。そう、そう。そのままでも、すごいよ、東京で働いてる。いや、全然よ。人混みに飲まれない、大丈夫。飲まれてる、飲まれてる。そうだよね。あれもうね、自動で歩かなくてもこう、でも変わってなくてめっちゃ安心したよね。変わってないから大丈夫。えちえみちゃんと元気？元気。よかった。言うてもらえるだけしか取ってないから。あ、そうなの。うちえみも結構忙しそうだもんね。そうそう。なんか最近彼氏と別れてるね。え、そうそう。え、なんか彼氏と別れて、え、なんかね、多分バンドのベースみたいな人が好きな。あ、待って、それ聞いたやつかも。2年ぐらい付き合って、え、ストーリーやばいよね。ストーリーやばかった。そう。え、下とも入ってる？え、待って、うち入ってるから。あ、やばい。待って、やばい、うちが見てないだけかもしれない。え、見た方がいい。めっちゃチェックした方がいい。え、あれでしょ、え、ハイライトさ、みたいなのちょっと載ってない？たまに。あ、ために載ってる、ために載ってるよね。でもね、消したりね、そう。正解しちゃうから。忙しいもん、彼女。そう、マジか。そんなもん。やってて。やってるの。気になる気はすんだけど。そうそうそう、聞きたいけど。聞きたいけど。ちょっとまだ聞けないから。聞けない、そうそうそう。そうそうそう、ほとぼり冷めたらね、ほとぼり冷ましてあげたよ。ちょっと CS 来週ね。一体ちえみちゃんって言いたかったの。そうだと思った。お前ちえみちゃんのタイミング伺ってるかもしれない。来た。え、ちえみちゃんと元気？必死だったよ。伝わってた？伝わってた。来たいんだろうな、来たいんだろうな、来たとか言ったらベストで言いやすい。驚き2連続。おいしい。住みたい、ここ。住田くん、住田くんの石、一つ目。住田くんいるかな。いないよ。住田くんはいたかったかな。いや、でも住田くんも東京来てる聞いてたし。あんたには無理やって。え、なんでそんなこと言うの。あんたは田中くんとずっと一緒におり、悪いこと言わへん。田中くんのだから、あんたとリンゴジュース飲んどるんやろ今。カジオ盛り返りたい。絶対変わってる。青森になった。すいません。リンゴといえば青森ですよね。はい、津軽。あれ、電車たちも行くの。もうホテルのチェックインの時間。あ、そうなんだ。だよね。この辺ちょっと離れてるから。そうなんだ。渋谷の方迷っちゃうからね。渋谷そんな遠くないよ。また来る、絶対。絶対来る。絶対来るから。楽しかった。その時までチームのこと。いや、マジそれ、マジそれ。ちゃんとアップデートして。アップデートしとくね。ワンチャン親しい入れてもらってないから。マジで。めっちゃいいんだけど。いちいち送るね、スクショ。スクショ撮るわ。別々できます。あ、一緒でいいよ。できる。一緒で、一緒で。よしよし。リーチしてないっしょ。してない、してない。してないよね。スマイルめっちゃ可愛い。ありがとう。はい、どうもね。またね。また来るね。気づいてありがとう。ありがとう。お疲れ。頑張ってね。バイバイ。緊張した。また楽しい。楽しくてやばい。なんかイケメンいたよね。あ、落ち着く、落ち着く。ホップ大好き。来た来た、行く行く、来た来た、行く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 。聞こえてるに決まってんじゃん。なんかそういうとこだよ、お前。